弁護士の YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おぴです。明日8月10日、15時より、イベント、青空の先、輝きを追いかけて、開催。眩しい。アイドルが青空の先、輝きを追いかけたらもうめちゃめちゃ眩しいのよ。詳細見ていきます。ワンマンライブに向け、さらなる練習を必要と感じたモーマージャンプは、配信企画を兼ねて合宿を行うことに、アイリちゃん監修の特訓メニューで様々なトレーニングをする中、みのりは何か悩んだ様子でと、まあ、バナーはアイリちゃんですが、みのりちゃんメインの話になるのかね、これは。はい、それでは軽くお知らせの方、見ていきましょう。バナーにもある通り8月恒例水着イベント考えてよろしいんじゃないでしょうか。まあ当初の僕の予想では去年の8月は混合イベントで女性陣の水着イベントだったので、今年は混合イベントで男性陣の水着イベント来るんじゃないかなと思ってたんですが、蓋開けるとゲーム大会やってたんで、まあ、水着イベももじゃんもしくはニーゴの箱イベでぶち込まれるのかなと思ってましたが、ももじゃんの箱イベ、まあ、ニーゴの水着も見たかったって言えば見たかったんですけど、イベント開催期間が、8月10日から18日までということで、まあ、必然的に次回のイベントは20日開催の29日終了になるのかなと。で、31日にまた限定っていうサイクルなのかなと。で、このイベントタイプがですね、クールですね。確か前回のはるかちゃんクソイケメンだった限定の箱イベもクールタイプでしたので、そこ引いとかないと、このイベントちょっと厳しいですよってところで僕は誰も引いてない。しっかり誰も引いてない。それではキャラクターボーナスが、モーマージャンプ。そしてメンバーボーナスですね。最強アイドルスマイル、桃井愛理。落ちちゃったかしら。日の森雫。まずは腹筋の強化から、メイコ姉さん。メイコさんの桃ジャン星4は、あれか。あの、月うさぎのイベントの時に、確かあったと思うんで。まあ、ただクールタイプではないので、まあ、メイコさんガチャ必須キャラになるのかなと。ということで、編成の方も軽く組みましたが、まあ、こうなりますわな。まあ、僕は前回の限定箱イベ、誰も弾けてないので、そこで登場したクールタイプ、編成に入れることができないんですが、クールのはるかちゃんといえばね、もちろんフェス限ございますので、クールタイプのモアモアジャンプ、僕の所持しているメンバーになりますが、まあ、全然編成組めるのかなと思います。そうですね、みのりちゃんやしずくさんに関しては、バースデーレアリティもございますので、組めたり、星さんにはるかちゃん、りんちゃん、みのりちゃん、しずくさん、ございますので、ある程度編成の形はできるのかなと思われます。はい。といった感じで、水着ですか。やっぱアイドルは水着じゃないとってところは、僕のガチ偏見であるんで。アイドル界のこたつが水着になります。まあ、そろそろプロセカね、もう2周年向けてクリスタル貯めてるという方いると思いますが、まあ、結局イラストなんで、まあ、次回のイラストゲーなんで、そこで何連引くか僕は毎回決まるんで。前、気づいたら100連してたんで、楽しみにお待ちしておりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。